新浦和橋、新浦和橋料金所後、新浦和橋は、埼玉県埼玉市浦和区時和と、同区、元との間で、埼玉県道65号埼玉沙手線と、東日本旅客鉄道東北本線にかかる、国道463号越谷浦和バイパスの、古道橋及び古線橋である。新浦和橋あたり古線橋は3本の伏線を、オーバーパスしており、 橋の起点側の伏線が貨物線、中央の伏線が列車線、橋の終点側の伏線が電車線であり、東湖線橋は、貨物線では、浦和駅、大宮駅間、列車線では、浦和駅、埼玉新都心駅間、電車線では、浦和駅、北浦和駅間にある。1993年6月27日に、埼玉県道路公社が管理する。 新浦和橋有料道路として浦和市に開通した。建設に要した事業費用は52億円で、建設事業費用を償還するため、有料道路として運営された。しかし、通行料金の支払いを嫌う運転手が、新浦和橋より200メートル北の浦和橋グランド通り埼玉県道35号、川口上尾線を経て、 駒場運動公園交差点から越谷浦和バイパスに入ったり、浦和駅北側にある国道463号原道の都市計画道路、町や元太線を通り、元太坂下交差点で浦和越谷バイパスへ合流するといった迂回手段が日常化したため、当初のもぐろみ通りの通行量とはならなかった。そのため、通行料金収入が、 年間3000万円前後で推移していた。このままでは、開通から、費用償還まで100年以上費やすことになるため、2001年以降、埼玉県庁から新見沼大橋有料道路とともに、合併してできた埼玉市へ移管することが持ちかけられた。埼玉市議会や住民からの、迂回路混雑緩和策としての要請もあり、政令指定都市に移行した後の2003年5月1日に、 新浦和橋に限り埼玉県から埼玉市に移譲され無料開放となった。同年夏には料金所が撤去された。10年間の通行料金収入は約3億円で結果として建設費用償還は破綻し3億円を差し引いた事業費用49億円を埼玉県及び埼玉市をはじめとする地方公共団体が 損失補填することとなった。有料道路の距離は300メートルであり、1キロメートルあたりで換算すると、料金は普通車で499.5円である。ことから、前年に開通した流山有料道路をしのぐ、日本一通行料金が高い有料道路であった。なお、高速道路の大都市近郊区間における1キロメートルあたりの料金は29.52円である。 ありがとうございます。